私から冒頭発言はございません。共同通信の浦です。水際対策についてお伺いします。政府が訪日外国人観光客の受け入れを6月中に再開する方向で最終調整に入ったと各社報道しています。1日あたりの入国者数上限を1万人から2万人に引き上げる水際対策の緩和と並行するとみられますが、現在の調整状況をお伺いします。水際対策について G7 並みに円滑な入国を可能とするという方針のもと、流入リスクに応じた検疫体制を取りながら入国者総数を1日1万人目途から2万人目途に拡大しつつ、スムーズな入国を確保する措置を6月1日から実施することとしたところであります。ご質問の外国人観光客の受け入れについては、現在訪日観光再開に向けて必要な材料を収集するため観光庁において実証事業を行っており、国内外の感染状況を注視しつつ受け入れに向けた検討を進めているところであります。 NHK の古垣です。話題変わりまして、北朝鮮のミサイル発射についてございます。韓国軍は昨日のミサイルについて ICBM と短距離弾道ミサイル3発だと推定しています。日本政府としても同様の認識なのか、最新の分析について伺います。またこうした中ですね、アメリカが取りまとめを進めてきた北朝鮮への制裁を強化する国連安保理の決議案の採決が明日にも行われることになりました。中国やロシアは依然制裁を緩和すべきだという立場ですけれども、日本政府としての見解と今後の対応を伺います。はい、北朝鮮が昨日発射したミサイルについては、昨日発表した通りであり、 ICBM 級弾道ミサイルの可能性やお知らせした弾道ミサイル2発以外にミサイルを発射した可能性も含め、引き続き防衛省において分析を行っているところであります。政府としては北朝鮮の軍事動向について引き続き米国等とも緊密に連携をしながら、情報収集警戒監視に全力を挙げ、我が国の平和と安全の確保に万全を期して参るところであります。北朝鮮に関する安保理決議についてのご質問でありますが、現地時間26日に国連安保理において北朝鮮に関する安保理決議案が採決に付される見込みであると承知をしております。北朝鮮は昨日の弾道ミサイル発射や3月の ICBM 級弾道ミサイル発射を含め、一連の核ミサイル活動により我が国地域国際社会の平和と安全を脅かし、累次の安保理決議にも違反し続けています。現状において制裁緩和を議論するような状況にはなく、政府として米国の安保理決議案のイニシアティブを支持をしており、安保理の動向について強い関心を持って注視をしていくところであります。引き続き米国をはじめとする国際社会と協力をしながら、北朝鮮に対し安保理決議の下での全ての義務に従うことを求めていく考えであります。TBS テレビの伊田です。話題変わりまして、韓国の日本産水産物の輸入規制継続方針についてお伺いいたします。東京電力福島第一原発事故を受けて、韓国が実施している日本産水産物の輸入規制について、韓国のチョ・スンファン海洋水産大臣が昨日、福島産水産物の輸入は既存の立場に変化がない、国民の安全健康が重要だなどとして継続する意向を示したと韓国の連合ニュースが報じております。政府は早期の規制解除を求めてきましたが、韓国、新政権の継続方針についての受け止め、また著書は TPP 加盟方針にも言及しておりますが、韓国の TPP 加盟についての考え方を改めてお伺いいたします。ご指摘の報道は承知をしていますが、その一つ一つにコメントすることは差し控えたいと思います。その上で、原発事故による我が国の食品に対する輸入規制は政府の最重要課題の一つであります。震災後から韓国が日本産食品に課している輸入規制については、さまざまな機会を捉え、日本産食品の安全性を科学的に根拠に基づいて説明をするなど、韓国側に対し早期の規制撤廃を働きかけてきたところであります。引き続き科学的根拠に基づく輸入規制の緩和撤廃が進むよう、積極的かつ粘り強く働きかけを行っていく考えであります。韓国の TPP 加盟に関してのご質問がありました。現時点で韓国から TPP11 の帰宅者であるニュージーランドに対して
加入申請はなされてないと承知しております。政府として予断を持ってコメントすることは差し控えさせていただきます。その上で申し上げれば、 TPP11 は市場アクセスの面でもルールの面でも高いレベルの内容となっています。我が国としては新規加入に関心を示す国地域が TPP11 のこうした高いレベルを完全に満たす用意ができているのかどうかについて、まずはしっかりと見極める必要があると考えています。我が国としては引き続き新規加入に関心を示す国地域の動向に注視しつつ、戦略的な観点や国民の理解も踏まえながら対応していく考えであります。先ほど申し上げましたけれども、日本産食品の輸入規制撤廃は政府の最重要課題の一つであり、韓国側には規制の早期撤廃を引き続き強く求めていく考えであります。北海道新聞の武田と申します。農水大臣在任中に鶏卵業者から500万円の賄賂を受け取ったとして収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元衆院議員の判決公判が先ほど開かれ、東京地裁は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、罰金500万円の有罪判決を言い渡しました。大臣室で現金の授受を行うというアルバ実行が明るみとなったこの判決の受け止めをお願いします。また、吉川氏は2020年12月に疑惑が発覚して以降、裁判を除いて公の場で事件について自ら説明していません。不祥事を起こした自民党議員が説明責任を果たさず、そのまま離党を議員辞職するというケースが相次いでいますが、吉川氏を含めてこういった政治家の姿勢について見解を伺います。個別事件の裁判所の判断について政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げれば、政治家は常にその責任を自覚をし、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正していかなければならないと考えています。ニコニコ長野です。よろしくお願いします。東京都の環境審議分科会が都内の新築の建物に対して太陽光パネルの設置を原則義務付ける制度案を取りまとめています。都は今週以降ですね、条例改正案を都議会に提出する予定です。一戸建てで住宅を含む太陽光パネル義務化が実現すれば、これ全国初になると思いますけれども、都民からはですね、設置すれば建築費に転嫁される、また確実に起きると言われている首都直下型地震へのリスクもあって、現在景気も良くない中ですね、なぜ今なのかと不安や疑問の声が上がっています。日本の中心である東京でのですね、条例化による影響等について政府はどう見ているんでしょうか。東京都が新築の建築物への太陽光発電設備等の設置義務化を検討していることについては承知していますが、個別の自治体の検討中の制度についてコメントすることは差し控えたいと思います。その上で一般論として申し上げれば、政府としては2050年カーボンニュートラルや2030年の温室効果ガス 46% 削減目標の実現に向けて、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの最大限の導入に取り組んでいるところであります。また今国会に建築物省エネ法等の改正法案を提出し、市町村が地域の実情に応じて建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進することができる制度を創設することとしており、政府としても自治体と連携した取り組みを進めていきたいと考えております。そんな話です。よろしくお願いします。質問がありまして、世界経済フォーラムがですね、先日発表しました2021年版の旅行観光開発ランキングで対象となっている117の国地域のうち日本が初めて1位となりました。この受け止めと今後の対応への影響についてお願いします。世界経済フォーラムが発表をしている旅行観光開発ランキングの2021年度版が発表され、117の国地域における旅行開発観光指数において日本が第1位となったことは承知をしております。この中で我が国は交通インフラや自然文化資源等の分野で高い評価を得たものと受け止めています。新型コロナウイルスの影響で我が国の観光は大きな影響を受けていますが、観光庁においては観光地の再生や観光資源の磨き上げなど、我が国を訪れたくなる魅力を高めるため、
精力的に取り組んでいるところであります。こうした外部からの評価も踏まえ、今後ともしっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。